速報。今日は P の納車したばかりの、片落ちポンコツ中古ベンツがレッカーで運ばれることになりました。ABS と ESP 故障、取扱説明書参照、タイヤ空気圧警告システム故障、クルーズコントロール故障、パーキングブレーキ取扱説明書参照、ギアチェンジせず工場で点検、SRS システム故障、工場で点検、片落ちポンコツだけあってよくもまあ、こんなに異常が出るものだ、わら。車動かせないのにどうやって工場に行けってんだよ。アホかー、わら。なぜこうなったかは後半で説明します。会社を専門的に扱ってる山一レッカーさんに来てもらいました。さすが会社専門に取り扱ってるだけあって。ベンツ専用診断機、ダスでエラーコード読み取り、削除を試みてもらいました。しかしコンピューターがアクセス拒否で通信エラーとなってしまい消去できませんでした。ここは赤車が入れない立体駐車場です。高さ制限 2.2 メートルで作業が困難です。電子シフトのためニュートラルに入らないので、トリオリアタイヤにはめて下まで下ろすことになりました。まさかの手押しですか。こんなのなかなか見ることができません。わら。さすがに手押しでは拉致が開かないので、レッカー車で牽引することになりました。ベンツ運転してる人怖いだろうなぁ。エンジンが止まったらブレーキは効かなくなります。この時パワステも正常に作動していません。この際解体屋に運んでもらった方が早いのではないでしょうか。わら。やっとのことで1階まで降りてきました。さあ、ここからいよいよ赤車に積み込みます。ケツ上げになってるから作業が大変そうだー。慎重にギリギリだねー。おお。フロントは順調。リアが苦戦しそう。ここでまたまたレッカー車が登場です。こんな作業初めて見ました。わら。
作業が慣れてますねー。ここでレッカー車ごとウィンチで引っ張ります。車高が低いのとケツ上げで作業困難な中、華麗に関車に積み上げています。おお、お見事。アームを外すのにも苦戦。タイヤの下に板を置いて、アームが抜けるようにします。そしたらアームの半分にタイヤをかけ、板を抜き、アームを外します。おお、すげえ。車が長すぎて煽りが閉まらない。わら。煽りを少しずつ締めながら、荷台を上げていきます。何から何まで苦戦中。最後に車を固定して終了。解体や、ではなく修理工場までお願いします。山一レッカーさん、困難な作業ありがとうございました。さて、今回なぜこうなったかというと、ロアリングモジュール、日本車でいうエアサスコントローラー。今回もこの段階で正直いい気はしていませんでした。なぜなら、前乗ってた BM の電子制御に、かなり頭悩まされていました。カプラーを抜くと、エラーを拾ったり、エアサスから車高調に交換しただけで、走行制御システム機能不良、レベライザー異常、スタビライザー異常、エアサス異常、ショックアブソーバー機能不良、5つもエラーを拾ってしまいました。ベンツや BM は日本車と違い、すべてが LAN 通信しているため、何か一つでも異常があると、すべてシャットダウンしてしまいます。
トランクの LED を変えただけで、キャンセラー内蔵じゃないと、フラッシュして、電源をシャットダウンしてしまう始末。こんなことから、会社の DIY はとても困難です。会社の電子的カスタムは、専用テスターを完備している、工場で作業してもらいましょう。今回このポンコツ片落ち中古ベンツも、コンピューターにアクセスできないため、修復に時間とお金がかかることでしょう。コンピューターがぶっ飛んだら50万、わざらです。皆さんも外車の DIY は気をつけてください。最後までご視聴ありがとうございました。So I said no, 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 it was supposed to be my plan. So girl, why did you do that to me? I killed down, no one to free for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my plan. So girl, why did you do that to me? I killed down, no one to free for champions. I can't believe you're trolling.